今、なんて言ったのだ。驚くのも無理ないよね。もう一度言うよ。アーシがズンダモン君の本当のお母さんなんだよ。そんなことって、お母さん嘘だよね。なのだ、ズンちゃん。12年前、ひもての処女だったその女はどうしても自分の赤ちゃんが欲しくて、生まれたばかりのアーシの赤ちゃんを誘拐したのよ。そしてその赤ちゃんがズンダモン君、あなたなの。お母さん、どうして黙ってるのだ。反論してよ。なのだ、ズンちゃん。愛してるわ。愛してるとかそんなこと聞いてないのだ。さあズンダモン君、選んで。その誘拐女か本当のお母さんか。そんなこと言われても。生活困ってるんでしょ。アーシの家に来ればこんなところで雨風に凍えなくて済むし、美味しいものをお腹いっぱい食べさせてあげるよ。学校にだって行かせてあげるわ。そんなもの、そんなもの。そうね、その女にも一応はここまで養育してくれたお礼として3000万円渡しましょう。借金を返して路上生活をやめるには十分でしょう。四国さん、受け取ってください。そして今後は二度とズンダモン君には会わないでください。お母さん、受け取っちゃダメなのだ。これはズンダモン君の幸せのためです。お母さん。ズンちゃん、愛してる。愛して。